ベルター級野口博士 VS 中村龍。ウェルター級 67.5 キログラムリミット3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、中村龍対野口博士です。この放送の解説、万所仁選手、そして俳優の志田寧々さんです。さあ万所さん、はい、この中村龍が前回衝撃的な KO 勝利、体大きいですね、はい、大きい、うん、去年の8月正午に1ラウンド KO 勝利を収めました中村龍、まあ、雰囲気で皆さんもお分かりかと思います。先ほど私もお伝えしましたが、中村龍は中村さんのお兄さんです。ちょっと左のフックの口、ちょっと効きましたか、感じしましたね。ただこれ分かんないですよ、目が離せないですね。サウスポースタイルが中村龍、そしてオーソドックスタイルが野口博士です。まずはお互いにしっかりと打ち合っていく展開、志田さん、はい、このウェルター級 67.5 キロリミットですから、だいぶ重さも変わってきますよね。そうですね、もう一つ一つの攻撃に重さがありますね、うん、現在2連勝中というのは野口、赤コーナーです。ピアルフック、左のミドルを振っていきます中村龍です。野口はジャブで中に入っていこうという、そんな攻撃選手も KO 率高いですね、本当だ。野口博も5勝3敗 4KO という内容、逆に中村龍は31歳、去年の8月にこのライズデビュープロデビューということになりました。現在はサラリーマンをしながらの二刀流という中村龍です。中村選手インローが重いが、今のインロー、はい、もう足左フック、ハイキック、ここからハイまでいけるのがすごいですね、右のフック、左のフックを集めていく、やっぱインローいいですね、インロー足流れちゃうんで、はい、あっこで、はい、下に散らしたところで上で、逆に野口はこのようにハイ気味に下から突き上げてくるような右のキック、ここはスウェイしていきます。ちょっと野口が非常に冷静に距離を取りながらという、そんな展開かもしれません。野口選手も中村選手が入ってきたところに左フックとか合わせてるんで、冷静に対処できてるのかなと思います、ね、また左のハイキック振っていく、盛り上がる筋肉です。ただ野口は非常に冷静、このように前蹴りを使いながら、先ほどもあの左のフックいい形で入りましたからね。カウンターを狙っているか野口、逆に相手を飲み込んでいこうという中村龍、押していきます、これもインロー、これはちょっと嫌がっているか野口、今度は近い距離、この距離をどう制していくか、野口が出てきた、お互い一発あるのをもう分かってると思うんで、はい、なかなか入りづらくなってますよね。やはりちょっと両選手ともに警戒してますよね。そうですね、はい、緊張感ある、はい、お互い多分いいものを一発ずつもらってると思うんで、そこでやっぱなかなか入りづらくはなってきてるし、野口選手もずっとこう足上げたりして入ってこれないようにしてるんで、しっかり作戦は練ってきてるかなと思います。野口博士はスタンドアップキングオブルーキーの去年の 67.5 キログラム級の優勝です。まあ、このスタンドアップで一つ優勝するとなると、このライトのリングでもだいぶいい形で、ね、はい、活躍する選手も多いですしね。そうですね。そしてこちらが中村龍、中村寛の4歳年上のお兄さんです。あえて自分の方ではこう中村寛の兄だというのは公表しないのは、菅選手がこれまでライズで実力で上がってきた中で、その名前をこうなかなか使いたくないという自身の思いがあったそうです。ただ今回私は取材させていただいて、お兄さんだということを、まあ、言ってもう問題ないということでお伝えしています。いや、かっこいい男らしいですね、うん、普段本当サラリーマンをしているそうなんで、対人スパーはここまでほぼしてないそうです。というかむしろプロデビューが決まってから中村龍は一回も対人スパーをせずに、そ
野口選手が入ってきたところに膝ストレートやったり合わせてるんで、左スクお、ただこれは今カウンターで合わせていたちょっとダメージあるかもしれないですね、はい、これはノーダウンというところですか、スリップという判定ですね、ちょっと効いているかもしれない。さあ野口が振っていく、ただここを野口選手は油断したら、いや野口がチャレンジ、フック振っていく、少し中村流厳しくなってきたが、それでもただ勝ちます。ここは野口は仕留めに行きたい。野口陣営からは待つ、冷静な声が飛んでいる。野口選手ここで膝とか打ちたいですね、さっきも入ってきたところに、ああいいですね、今のここで三笠君か、お腹効いたか、いいですね、コーナーに追い詰めている。ここは冷静に行きたい野口、中村選手もしっかり今はもうディフェンスに、はい、ディフェンス重視でしっかりしのいでるんで、ここはなんとか逃れられるかという、うん、野口選手もここはちょっと油断できないですね、はい、ちょっともう回復はしてきてるかなと思うんで、もちろん中村流も一発があります、はい、冷静に仕留めに行きたいですね。フラッグちょっと効いたか、少しフラッとした、右フック、さあ仕留めに行く野口、いや厳しい時間だ、88秒ある、頑張ってほしい、頭を振って逃げていく、足に来てますね、足に来ているかどうか、あと1分ちょっと、まだ1分、長いですね、かなり長い1分になります。しのげるか中村龍、逆に野口が黒字になってきた中村龍、それでも立ち続けます、まだ止めない、何が止めない、これでスタンディングを取りました。これでこのラウンド2度目のダウン、クリーンヒットはちょっと今は少なかったんですけど、ただちょっとこう丸まってるんで、もう一回ダウンで、ちょっと返していこうで、止められるんで、なんとか、なんとか返していけるか、中村龍左手返していく、わー振っていく、膝が飛んでくる、前返せるか中村龍、わさあ、いけるかいけるか、野口が、ただここでゴンに耐えた、中村優耐えた、熱い、いや、なんとこんな耐えましたよ、耐えました、1分、なんか早かったですね、長いようで早いような、なんとか頭を振ってスウェーもしながら、いや、ただ中村優耐えた、耐えましたが、このラウンドに2度のダウンを奪われました。そうですね、はい、なんで次ダウン取られたら褒められる可能性だいぶ高いと思うので、そうですね、はい、ちょっとここはこう、まあ、ディフェンシブでしっかり冷静、意外な面でしたよね、それは冷静でこうディフェンス重視でやるっていうのはいいんですけど、そこで返していけたら、31歳という中村龍、対する24歳の野口博士、野口としてはもうここで一気に仕留めていきたい、はい、そんなラウンドになりますね。中村選手ももう行くしかないと思うので、はい、うん、お互い出るんじゃないかなと。さあここでアッパー、野口が前に出てくる、うん、ここで止められたらもうおしまいと思った方がいいかなと思いますね、3回目なんで。鼻からも出血も見られる中村龍、さあパンチを集めていった野口、ただ一発でお返しする可能性もある中村龍のパンチ、しっかりやっぱ腹も触れてるんで、はい、なかなかガードしづらいですよね。野口が右のフックを返してきた、最後は野口博士パンチラッシュ、野口博士、何か最後はドラミングのようなそんな雰囲気も見せました。ライズウェルター級7位、ランカーの実力を見せつけました野口博です。勝ちました、そして中村龍、第2ラウンド2度のダウンを奪われながらも残り1分なんとか踏ん張ったんですが、最後第3ラウンド勝ち続け
けることができませんでした。見事去年のスタンドアップキングオブルーキー 67.5kg 優勝、野口ひろしが勝利をつかみ取りました。そして中村優はデビュー2戦目での初黒星となっています。選手会場、今日の第3試合です。ウェルナー級 67.5kg リミット、24歳の野口ひろしが中村龍を TKO 勝ちで破っています。